こんにちは、ハリニーだ。はい、今日はですね、この動画をちょっと上げるのはどうかなと思うんですけれども、もうタイトルにもなってる通りリピなしコスメを紹介していこうと思います。前回か前々回の目変わりでこのリピなしっていう動画をね載せたところすごく好評でですね、まあ定期的にするのはすごいブランドさんに失礼なのでできないんですけれども、たまにはいいんじゃないかということで今回も持ってきました。私自身韓国コスメをたくさん使ってきて、まあ、もちろんね、まあそれぞれの良さがあるっていうのは大前提で、私には合わなかったっていう一個人の意見として聞いていただけたらなと思います。なので私のちょっとタイプ的に言っておくと、脂性肌で、インナードライが気になるタイプで、パーソナルカラーは春夏ライトです。で、これを踏まえた上で、だから私には合わなかったよとか、まあ理由もね、説明できたらなと思うので、ぜひ買い物の参考にしていただけたらなと思います。ちょっと怖いけどね、紹介していけたらなと思います。一応ね、この辺に前回撮った動画もリンク入れておこうと思うので、そことは別の商品を紹介していこうと思います。では、早速始めたいと思います。はい、そしたらクッションファンデーションなんですけれども、ティルティルのマスクフィットクッション、レッドのやつね、ミニサイズを買ってみたんですけど、これなんで人気なんでしょう姿勢肌の私には理解できなかったんですね。私の母親にそれ言ったら、これめっちゃいいじゃんって言ってたから、人によるのかもしれないんですけど、なんかやっぱツヤ肌プラスカバー力のものなので、もうこの塗った感がかなりあるのと、これ17号のポーセリンのカラーなんですけど、別にピンクっぽいすごくなくないですか？あんま明るくないし、黄みが強いタイプだなっていう風に思いましたので、カラーもそんな私の好きなタイプではなかったです。で、やっぱ手に塗っただけでさ、もうすごい伝わるよね、このカバー力。なんかカバー力を一番最優先される方にはいいのかもしれないです。個人的にはちょっと水分っぽいツヤってよりはちょっとオイルっぽい感じに感じて、脂性肌の私はオイルっぽいツヤつけちゃうと油に見えちゃうので、このツヤ感があんまり綺麗に見えなかったっていう印象がありました。これもね、詳しくレビューしてる動画あるのでそっちも見ていただきたいんですけど、ベタベタっとしたというか、あと固定力がやっぱりあったので、ツヤ肌なんですけど固定力あったんですよ。で、固定力あるからなんかねっとりしてたんですね、こう肌に。これとかは全然、めっちゃ今使ってるやつ、バニラ粉のやつ軽いんですけど、これはねちょっとねっとり重く感じちゃうし、私的にはこうパフのね型とかもついちゃうような感じだったので、個人的にはイマイチでした。で、動画とか見てると、乾燥肌の方でカバー力が欲しいっていう方には向いてるみたいです。でも私は別に乾燥肌ではなく真逆の脂性肌なので、カバー力も赤みとか毛穴だけ隠れてくれればいいなっていう感じなので、そういう私には向いてなかったです。なので、まあ一概に誰にも合いませんとは、もちろんこれだって人気じゃないですか、すごい人気なクッションなんですけど、私には個人的には合わなかったので、脂性肌の方は注意してみてください。そしたらね、もう一つクッションいきたいんですけれども、はい、このラネージュのネオクッションです。これはちょっと意外がられるかもしれないなと思ってて、これは汗に強いプラスマットタイプのものなので、これ脂性肌の人にいいんじゃないのっていう風に思われると思うんですけど、私の一番の肌悩みが毛穴なんですね。毛穴が結構ボコボコしてたりとか、脂性肌で皮脂が溜まりやすいってのもあって、結構ボコボコしてるんです、鼻周りは特に。で、そこを綺麗に埋めてくれなかっただなーっていう印象があるクッションです。やっぱりツヤ肌ってこのクッションのテクスチャー自体が滑らかなので、テカリはするけど毛穴をこう綺麗に埋めてくれやすいんですけど、これはその皮脂とか汗に強いってのもあって、結構テクスチャーがパウダリーなんですね。なのでこの辺部分的にそうインナードライが気になる箇所だったりとか、毛穴がボコボコしてる箇所に乗りにくかっただっていうのが、私的には使いにくいクッションだなと思いました。脂性肌だからそんなツヤ感は出したくないし、でも毛穴は気になるから毛穴は綺麗に埋めてほしいっていうのが、私がクッションを選ぶ時の基準なんですね。まあ、完全なマットではないんですけど、ツヤっぽくならないからテクスチャー自体は嬉しいかなと思いきや、毛穴が綺麗に見えなかったので、自分のね元の汚い毛穴をカバーしてくれないっていうのが、毛穴のカバーがしにくいっていうので使いにくいなと思いました。でも持続力とかすごくいいので、毛穴のカバーをそこまで重視されてない元からこのね鼻周り綺麗な方とかだと、すごく綺麗に使えるクッションじゃないかなと思います。
はい、そしたら続いてこちらムジゲマンションのチークです。ムジゲマンションのハイライトをベスコスとか今回の目変わりおすすめでね選んでるぐらいお気に入りなんですけど、このチークですね、カラーめちゃくちゃ可愛いんですよ。本当に可愛い。パーソナルカラーが春夏ライトっていう風に言ったので、もうぴったりと思って買ったんですけど、よくよく考えるとこれ値段が高いんですよね。チークにしては多分日本で買うと2000円とかするんじゃないかな。韓国で買ってもまあまあチークの中で高くて1000円後半、2000円とか、まあ、結構高いんです。とにかくプチプラだって、チークってさ安いやつって1000円以下であったりするじゃないですか。って考えると、その値段を出してカラーが可愛いからってその値段出すかなーっていう感じで今回は選ばなかったです。別に特に粉質が悪いとかカラー感が変だとかそういうことは一切ないんですよ。普通にいいんですけど、まあ、特別これだからいいみたいなのもなくて、無難にいいんだけど、でも無難にいい可愛い発色のチークってシプラで安いやつたくさんあるじゃないですか。ってなった時にわざわざ買わなくてもいいんじゃないかなっていう理由で選びました。ブランドさんに聞かれたらマジで気まずいんだけど、でもこれじゃなくてハイライトはめちゃめちゃいいです。ハイライトはもう毎日使ってるし、今回のメガリおすすめでも選ばせていただいたし、もう本当にベスコスで選ぶぐらいもうめちゃくちゃ可愛いハイライトがあるんですけど、チーク買うならハイライトをぜひ買ってほしいなと思います。高いじゃんね。高くない？チーク2000円とかってなんぼするんだろう値段。目代わりとかで安くなってるのかもしれないですけど、普段買おうって思ったら値段が高かったイメージなので、パケとか可愛いからね、パケ買いって考えて買うならまあありかもしれないけど、やっぱ最近出たブランドのだけあって、もう今の感性にすごい合ったチークなんじゃないかなというふうには思います。はい、そしたら続いてですね、ロム&のパレットになります。なんか前のさリピなしでもロム&を選んでしまってるんですよ。私ロム&のパレット、ロム&のパレットってすごく大人気なので、ロム&って1個でこうねチークとかハイライトまで解決しちゃうこのサイズ感がすごくいいですっていうコメントが溢れ返ってて、申し訳ないことしたなと。私がねこういうちっちゃいマルチパレットはあんまりみたいな風に言ったので悪いことしたなって思ったんですけど、また選んじゃって本当どうしたらいいんだろうって感じなんですけど、これカラーめっちゃ可愛いんですよ。最近買って私もパッケージも可愛いしさ、カラー感も可愛いし、このチークちょっとまあ発色あんまりね色つかないですけど可愛かったんですよ。全体的に可愛いカラーのパレットってたくさんあるし、まあ、似たようなカラーいっぱい持ってるんですけど、その中で使うパレットと私が使いにくいなって思うパレットの大きな違いがこのブラウンにあって、このブラウンね塗ると紫っぽいんですよ。多分ブルベさん向けのパレットっていう風に出てて、これが2番のカラーなんですけど、1番のカラーがイーベ向けのカラーなんですね。でブルベ向けってことでこのブラウンがちょっと紫っぽい、このブラウンがとてもとても私には使いにくかったです。一応パーソナルカラーが春夏ライトってことで、夏のブルベ夏のカラーも得意なのでこのパレットも合うはずなんですけど、私はその春夏ライトの中でも黄みの強いカラーとか青みの強いカラーが苦手なタイプなので、ブラウンにこのすごく青みがかってるこのブラウンが使いにくかったんですね。なのでこういうカラーが得意な方、このブラウンがちょっとパープルみある感じっていうのを逆に求められる方はいいと思うんですけど、普通のブラウンと思ってこれを買うと結構紫っぽいです。はい。なので似た感じのカラーでこのミルクタッチのパレットがあるんですけど、私多分前の目代わりおすすめでこのミルクタッチ選んでて、こう見た時カラー感すごく似てるじゃないですか。一応こういうチークに使えそうなカラーも入ってて、でサイズ的にはなんならこっちの方がねだいぶミニサイズで持ち運びやすいし、ハイライトにも使えるカラーもあってね、より自然な感じなんですけど、このブラウンは別に青みがあるわけではなく濃い締め色に使えそうなブラウンなので、個人的にはこっちのブラウンの方が使いやすかったです。なのでピンク系のパレットで一つで持ち歩くってなったら、私はこのミルクタッチのパレットをね持って行ってるんですけれども、そういう理由でこのパレットはちょっと使いにくいなって。残りのカラーは可愛いんですけど、このブラウンが個人的にね涙袋とかに使うのもちょっと浮いちゃうし難しいなっていうカラーでした。はい、そしたら続いてがペリペラのウォーターベアーティントです。これはね詳しくは単独でレビュー動画撮ってるのでそちらを見ていただきたいなと思うんですけど、私唇の元の色が結構暗めなんですね。ちょっと紫がかってるとまでは言わないですけど、ディープな唇の色をしてて、そういう唇に塗った時にこれ全然思ってた発色と違ったんですよ。ホームページの写真とか他の方が YouTube とかで塗ってるカラーと私が塗った時のカラーが全然違くて、え？ってなった感じの
あのティントになります。これなんでこうなるみたいな。3番のカラーとかがパープル感あるこういうブルベカラーで、これ4番とかはコーラルレッドみたいなカラー。これを私の唇に塗ったらすごくディープに発色するんですよね。一回塗ってみようか。多分ね、今のティントの着色とかが残ってどんな発色になるかわかんないんですけど、唇の発色が強めな人が塗った時、塗り心地もめっちゃいいし軽くて、ティント自体はすごくいいんですけど、わかる？このなんか求めてても違うくないっていう発色になるんですよ。これですね。これこの3番塗った時にこうなっちゃうの。この違い。まあ元のカラーが残っててっていうのもあるけど、違うじゃんっていう。求めてた色はこれ、この上ね。違うくないっていう。この現象が基本的に全部のカラーで私は起こったので、アイメイクとかチークとかを塗って最後にこのリップを塗る段階で、あれなんか違うってなって、これ結局落としてまた別のカラーを塗るっていうことが結構あったティントになります。いろんな YouTuber さん、韓国の YouTuber さんとかもおすすめしてたし、本当に案件とかなしで、あのオリーブヤングで買った方がいいコスメってので紹介したから私も買ったんですけど、これになられるとっていう、あの春夏ライトからするとここまで濃いめに発色されるとちょっときついですよっていう発色になってしまったので、詳しくね、濃い唇の色があるタイプの私が塗ったらどういう感じになるか、他の動画、他のカラーも気になった方はね、見てみてほしいです。はい、そしたら最後がこちら、ナンバーズインの2番のパックになります。はい、私ナンバーズインめちゃめちゃ大好きなんですけど、あのこの2番のパックが結構コラーゲンってことで重さがあるんですよ。本当にゼリーみたいなテクスチャーのパックなんですね。私は脂性肌なのでこれ貼ると、あの重くて毛穴が詰まった感じになっちゃう、うん、重いなっていう感じでした。重ためのパックとかクリームとかアンプルとかで過度に油分与えちゃうと、それがトラブルにつながりやすいので、もしそういった方だと使いにくいんじゃないかなと思いました。これそういう保湿力を求められる方にはめちゃくちゃいいと思うんですけど、コラーゲンたっぷりなパックなので。こっちよりナンバーズインはめちゃくちゃ愛用してるのがこの4番のパック、これめっちゃ好きなんですよ。冷蔵庫に入れなくても冷蔵庫に入れたかのようなクーリング効果を感じられるパックになってます。これ貼るとね、顔の温度がすっごい下がってくれるんですよね。顔って結構ホテルじゃないですか。熱くなったりしがちだと思うんですけど、これ貼ると顔の温度下がるし、顔の温度下がることでメイクとかもしやすくなるので、これはめちゃくちゃ良かったです。あと私夏場日焼けした後とかはこれを貼るようにしてました。そう、4番めっちゃいい。多分どっかでもね、これもおすすめしてたと思うんですけど。なので、脂性肌とかさっぱりしたパックの方が使いやすいっていう方は、この4番おすすめです。だからってね、アンプル全然入ってないとかそういうわけじゃなくて、しっかり保湿もしてくれるんだけど、なんかインナードライのケアをしてくれるようなテクスチャーなので、これは使いやすかったです。はい、こんな感じで今日はリピなしコスメということで紹介してみたんですけど、いかがだったでしょうか。もうちょっとね、罪悪感を感じるような内容になってたんですけど、お願いなので高評価してくださると嬉しいです。これ高評じゃなかったら最悪だからね。うん、本当に最悪なのよ。はい、なのでね、せめてコメントだとか高評価してくださると助かります。皆さんのお買い物の役に立てば幸いです。最後までご視聴いただきありがとうございました。では次回の動画でお会いしましょう。ハリンでした。バイバーイ。